はい。ケイさん、どうしてゴルフ始めたんでしたっけ？ゴルフですか？ゴルフ。確かにケースがゴルフに行くって不思議ですよね。今まで全然でしたもんね。確かに今まで僕は、拳と拳がぶつかり合う。かっこいいこと言ってもった。ボクシングやってきました。ボクシングですね。でも、そこからなぜゴルフに行ったかというとですね、まあ僕もそうですし、ユーダさんも同じ気持ちだと思うんですよ。はい。まあ多分気持ちは多分トゥゲザーしてるんですよね。トゥゲザーして、はい、妥当なんですよ。なるほど。これはなんて言うんですかね、あだ討ちじゃねえな、なんて言うんですかね、まあ妥当っていう言葉はいいですね。なるほど、はい、やっぱそこですか。そうですね、世の中にぶつかる。なるほど、はい、手っ取り早いこと。そうですね、いつもゴルフ場行ってると多いですね。バックネスとか多いですね。ゴルフクラブは違いますか。数字で8球って入ってるやつ。ああ、そうですね、8球ですね。もう8球をちょっとね、8球潰してる。ちょっと先輩潰したやつなんで、それは違うんですけど、片っ端が潰しちゃうと。なるほど、待ってろ。アカデミー。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ケイスさん。ええ。今日何の日だか分かってます？今日ですか。ええ。今日何の日ですかね。あれだけ言ったじゃないですか。言いましたっけ。ええ。カレンダー見てくださいよ。カレンダーですか。ええ。今日何日ですか。今日は14日。13日で金曜日じゃないですよね。違います。12日で金曜日ですね。そうです。あれじゃないですか。何ですか。なんか手が不自然ですけど。そうだ、キーボード買ってる。あれですよ、あれ、はい、まだわかんないですか。あれっす。 3B の日ですか。それ昨日じゃないですか。だね、もう長いですね、はい、石橋の日ですね。そうです。はい、もう早く仕事を切り上げて、はい、ケイさん行きましょう。行きますか。もう、行っちゃいます。行っちゃいましょうか。ちょっと待ってね。はい、はい、仕事やってふりして、はい、行きますか。どこでしたっけ。はい、港区です。ちょっと瞬間移動します。はい、じゃあこれじゃないな。行きますよ。トゥッ、よいしょ。さあ着きましたね、ケイさん。来ましたね。ここですね。あれですね、ここは売ってるところですね。ここですよ。スーパーストアさん。ここですね。ちょっと動画の許可をいただかないかな。そうですね。行きますかね。クッさん。はい。いきなりパターコーナー来ましたね。そうですね。パターは絶対必要ですよ。ていうか、1個言っていいですか。どうぞ。撮影許可 OK です。さすが、スリービーチャンネル。僕、名前喋ってないですけど。ほとんど交渉僕でしたけどね。やっぱ交渉にやっぱ大人がいた方がいいんですよ。やっぱ営業慣れしている僕が、そういうことです。許可を取りましたんで。ありがとうございます。これ、店の中映してない、大丈夫ですか。大丈夫ですよ。このぐらいのアングルです。ああ、大丈夫ね。じゃあ、何から行きましょう。何から行きますか。まず、パターは一番最後にしましょう。そうですね。ドライバーがいいですか。ドライバーですね。もう、向こうですね。ケイさん、こっちですよ、こっちこっち。すみません。ケイさん、全然ゴルフショップにな…あ、ゴルフショップに慣れてないですよ。1個言っていいですか。はい。あんま慣れてないんですよ。ほぼ初めてに近いんじゃないですか。ほぼ初めて。まあ、慣れてないですね。これは新品ですか。あ、これ新品ですか。多分、この左側のところじゃないですか。あ、こっちです。ごめんなさい、右です。
純度ですね。これですか。こうですね。あ、この辺じゃないですか。何ですか。この辺ですね。この辺ですね。この辺ですね。いいよ、いいよ。これじゃないですか。来ましたね。ここですね。ここですか、ゆうさん。すいません、これですよ。ケースさん。この辺ですね。僕、黄色が好きなんで。じゃあ、一応ポイントとしては、これあるじゃないですか。9.5。9.5って書いてありますよね。これか。これ10.5。10.5。これ、これフェイスのロフト感って言いまして、要はこれの数字が高い方の方がボールが上がりやすいと。あ、じゃあ多い方がいいですね、僕。多分、K さんは 10.5 買った方がいいですよ。そうですね。じゃあこれじゃなくて、これがいいんじゃないですか。どれですか。これですか。これ10.5。これいいですね。で、あとポイントはこれと、あとはちょっと持ってもらうといいと思うんですけど。持っちゃっていいですか。あとシャフトの硬さですね、ポイント。これがシャフトの硬さが折ればいいですか、これ。いや、おいここに、この辺に書いてます、ね、書いてない、はい、フレックス書いてない。フレックスっていうのがあって、さん迷ってます。迷いますよ。ただ黄色は好きだそうです。そうなんですよ、書いてね。あ、ケイさん、ドライバー予算的にいくらかけますかですよ。分かんないですか。それ、サパレルですか。これ2万です。あー、でも、いい感じじゃないです。これでも S ですよ、ユーさん。 S の、あー、でも多分ね、ケイさん、10.5 がいいと思います。これらはどうですか。こいつですか。そうです、そうです。これ 10.5 で黄色で S じゃないですか。あ、R ですね。 R1 R1 でもいいような気がするんですよね。黄色でかっこいいじゃないですか。かっこいいですね。どうですか、構えた感じ。悪くないだろ。ペコファみたいな。悪くないだろ。悪くないですよ、皆さん。構え悪くないですか。あ、俺めちゃめちゃいいですよ。どれ。悪くないの。いいじゃないですか。いいっすか。色っすか。機能じゃなくて。そうです。いいっすよ。これいいっすよ。じゃあまずそれ第一候補で。いいんじゃないですか。めちゃめちゃいいんじゃないですか、それ。いい感じですか。あ、いいフェイス使ってます。わかるんですか、その。10.5 大きいんですよね。そうです。あ、いいですね。